ひなの目論み崩れし。3ターン目に天使の歌はね、モンマスがよくやる戦法なんですけど、2ターンキルされてしまっては、グーの音も出ません。ちょっと逆に怖いって。あと3回、あとね、決勝と準決勝ですよね。いやー、怖いなー。よし。翼は普通に攻略する分は楽なんだかな。さあ、問題はですね、普通に攻略するんだったら全然問題ないんですけど、呪文ばっかりです。ソウルでいきます。ちょっとね、ソウルでアークデーモンも輝かしてあげたいと、僕の中の内なる野望が芽生えました。吉と出るか、凶と出るか、パーティー変更しましたけど、このパーティー、一つ問題があって、主人公の盾が聖女の盾なんですよ。何一つ刺さってねえぞ。時空の杖しか、時空の杖しか刺さってねえぞ。大丈夫か。バトマスで、ガンガンご利用してるのも手なんですけどね。ちょっとここは僧侶のベホイミとか使って、敵の火力ってこのパーティーだったら、あんまりね、お互い火力取れないと思う。お互い火力が出ないんですよ。この戦いって多分。まあ、どうだ？あ、だ、いや、そういう意味じゃない。呪文の打ち合いになった時の火力の話ね、俺が言ってんのは。そういう意味じゃない。で、君の、ギラになっちゃった。君の呪文もね、そんな効かないんだ。だから、そっか、ベリアルは、ベリアじゃない、いつの間に昇格した？アークデーモンはそうか。で、ギマちょっと待てよ。メタられてねえか？少しなんかメタられてる感出てきたぞ。ソウルギマで止まるとエレーミリアいますね、ちなみにこれは。悪伝くんか。オッケー、悪伝くんが止められたのか。せーのって、はい、あーれー、そいつ絶対ダメじゃん。とりあえず、翼に勝って、ベホイミコスロッかなというね、小桜戦法で勝とうとします、僕は。口出しするしかない。で、ベホイミしよう。ベホイミこすります。翼に勝ちゃいいんで。オニコンリーサルを決めるかどうかが難しいところだな。はい、スペシャルカード来た。なんだっけ、メストだっけ。うん、ああ、そうか。君、そういうやつだったか。キラピか。ほう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 。僧侶が早めにベホイミをしてほしい。あ、オッケー、ナイス。ここでベホイミを打てるのありがたい。で、この戦法を取るにあたり、一番怖いのは、翼に負けたことです。翼に負けてしまった瞬間、僕の僧侶戦法は成り立たないってことになります。イオナズンならオッケーです。アークデンも経験してくれます。あれ？あ、そうか。これ一回攻撃か。串刺しするしかないね。ちょっと悪念頑張って。行くぜ！ひよー！当てた！よく当てたね。よく当てたな、お前。しかも、きっと惜しいに。さあ、こいつに全ての機嫌がされるよ。誰にやってたの一体、きっと惜しいか。やる。やってる。どうしようかな。つばずりやすぎすんの確定として。なんでダブルアタックしてんの、君。あ、しかも本当にダブルアタックしやがったな。ちょっと。意地でもお前呪文使う気ないだろう。まあ、このパーティー悪伝が狙われちゃうのも嫌だな。ギマなら大丈夫だ。まあダメージ的には全然大丈夫じゃないんだけど、ギマのダメージはまあこれ2回だね。地味に2回してるね。起きてちゃうのは大丈夫。割と出てんな。削り合いだと不利だね。賢者、向こうの賢者火力高えな。みんな思いのほか僧侶53の限界でもあるけど。すいませんでします。多分次のターンに死ぬことはないんだが、どうだ？すいません、とりあえず勝たないと、ちょっと未来が厳しくなってくるぞ。4、3、2、はい、オッケー。死んで一発目すいません。なかなかいい調子でいけそうですねって。あれ？さっきやったような気がしないでもない。うん、おっしゃ！勇気負けはない。で、待てよ。これさ、祈祷師って80？多分、もしかしたら、このターン、うまいこと持って、待て、これうまいこと持っていかないとそもそもやばいぞ。今思ったけど。削り切られるぞ、お前ら。嫌な予感がしてきたな。悪念頑張れ！ははは、いや、どういうこと？どういうこと？おい、お前大丈夫か？その戦法大丈夫か？ん？悪で今何をした？君一体何をしようとしてそうなったの？どうしようかな。さすがに1000は鬼コンじゃ無理だぞ。わ
まだある。まだあるね。大丈夫だよ。まだある。あ、え、やばい。ちょっと待って。あ、そうだった。あ、そうだった。初めて使われたんじゃない？あ、待って待って待って。あ、そっか。あ、今ね、俺ね、気づいた。初めて使われた気がする。そうだったわ。戻すか。よく当てたね。あ、いすげえ、4連撃なんて目じゃねえ。もうコンクリートなんて目じゃねえな。ね、ホースデビル君はね、活躍してくれる。はい、ファイドン。岩飛びチューン。はい、ドン。エビお前だぞ、言ってんのは。ドルマが400でしょ。くるんと言って、はい、ドン。はい、450。終わりだ。イオーラー吹き飛ばせー。ダーあれや、これが本気、大人の本気ホイズが。10分くらいの死闘で戻ってきました。やっぱりバトマスで行きます。この相手だったらメタルキングの盾を持ってるっていう都合上、オニコンリーサルも狙えるんだよね。オニコンリーサルを狙ってった方がいいかも。だから削り気ですよね。4連撃を祈祷師にうまいこと当ててって削り切った方がいいかもしんない。こっちもダメージレスだ。アークデンなんてちょっとこの戦いついてこせないわ。おい、やなんでそうだった。ああ、やってくれたわ、早速。頼むわ、祈祷師でいいんだ。おしよしよし、まあ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 。よく当てた。お前もしかして、そうか。どっちにしろお前に行くの。賢者のロブ来てるから、多分、どっちにしても賢者に行くんだ、これ。まあそうね、アースショックでいいよ。クラブインパクトのちょっと上振れは狙わん方がいいかも。なんか珍しい技を打ってきたな。時空の杖マシュマロって言われてますね、これ実況界では。ほうほう、あん、なんかよけてんね。よし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 。ギーラ、まあ、ダメージはさっきとそんな変わらんと思いますが、ボイロ来てる主人公が77。おお、まあ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 、次キラピですねっていうのが分かってるんだけど、まあ溜めちゃったな。溜めるのが遅かったな。まあいいか、次のターン普通に行こう。さあ、ダブルアタック、お前は、なんだ？あ、なんで？なんでお互いがガードしてるのね。悪魔神からダブルアタックで痛恨出てんのも相当だぞ。キラピです。さあ、このターンにどこまで詰められてしまうかだけど、怖いのは。まあ、こっちも溜める状態入ってるんでね。アースショックの盾に期待したい。4連撃はこの一撃だけです、反映されるのは。まあ、当ててほしいけど、どうかな。なあ、なんでだよ。さっきまで全然出てなかったさ、会心がこんないらんとこでポコ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 でやがってよ。お前は何をしているんだい。さっきまで4連撃全然会心出てなかったのに、どういうことだ。せーの、はい、あれ。誰一人としてちゃんと攻撃当てない。おかしいな、4連撃さ、1回戦2回戦見るのに全然会心出てなかったけどな。なんか出て1回2回じゃねえみたいな。ほらお前らは。すぐそういうことし始める。アースショック、唯一貯めるを生かした、生かせる可能性がありますね。さっきの貯めるをここで生かしましょう。ああ、いい、貯めるってやっぱ強えな。なぜお前はダブルアタックをしているんだ、やはり。158、2回だよ。2回入ってんね。悪伝より食らってねえな、でも。まあまあ、そう考えるとコンヘッドって意外と優秀だな。でも、HP はこれでもまだ同等までいってんのか。ギマ。つばぜり合いしましょうか、次、とりあえず。次のつばぜり合いして、できればね、リーサル行きたいんだけどな。いや、待てよ。これさ、痛恨ガードしてんでしょ？さっき。さっき痛恨ガードしてるよね。ってことは、多分まだ向こうの勇気ね、3ターンでたまんねえわ。見えないけど。よし、当てた！多分だけど、3ターンで向こうの勇気は基本的にたまるけど、一回回避してるでしょ？
多分溜まってない。それならギリギリ溜まらんからオニコンリーさんでやった方がいい。これつばぜりせずに、つばぜりしたら変になって結局向こうに削り切られる、さっきのパターンになる。通るか分からんけど、このターンに死ぬことはないでしょ。パワースタンプ、あれポコンかわいい。100ちょっと削ればいけると思う。頼むぜコンクリート。はい、よし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 、オッケー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 、大丈夫大丈夫だ。でもキラピ入ってんだよね。ちょっとそのキラピが不安要素か。キラピで溜まってたらどうしようかなっていうことは、あ、避けてる避けてるけどだ、避けてるけどだ。オニコンリーサルが通るかどうかですね。オニコンリーサルが通れば勝ち、通んなかったら向こうの勇気の上昇補正で負けたと、システムに負けるということになります。実力的には勝ってるんです、システムで負けるんです。通れ、お前どういうことなの、おかしいってね、それはおかしい。お前間違ってる、お前は間違ってる、お前それは間違ってるね、ねえ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 、お前それ間違ってんだって、それはありえないんだってね、わかる。ちょっと待って、お前おかしい、それはおかしいんだお前おかしいんだって、たまらねえんだって、普通システム上おかしいんだってシステム上おかしいじゃんそれって、たまらねえんだもん溜まるわけねえんだもん、お前だけ溜まってたらおかしいんだって、全部の実況者が言ってることを今俺言ったんだよ、ゴミカスシーッね、で、しちゃったよねって言って、あー、わからないんだもん、あー選手、おっと、すごいことになるぞこれ寿司三昧、あ、これすごいことになる、うわ、すごいことになった、これすごいことになるな、あれこれはベギアゴンじゃないギラだ、はい、うん、300出てるかなこれはドルモアではない、ただの暗黒呪文、ドルマだ、ドンキュレクサンズ